はい、A学さんでお願いします。はい、筆圧感知ってことなので、あの、曖昧な線とかが書きやすいんですよね。ほう、何書いてるでしょうか。すすき。すすき、そうね、すすきに見えるね。あ、リアルに分かってしまった。分かりやすいよね、こういうのはね。それは誰をモデルで書いてるんですか。誰にしましょうか。ね、キリッとした目はトシさんがキリッとしてるかね。お、瞳は濃く強く目に、おで薄く。わ、すごい、ほんまや、すごい差が出るっしょ。うん、これだけ変化が一つのペンで何もしてないのに確かに出るんです。それはこのペンやから出るんですか。そうです、そうです。すごいな。こんな感じで分かるかな。すげえ、スケッチブックにあの鉛筆で描いてるみたい。そう、なんかほんとペンの強さで自由自在に変えられるので。すごい。あ、濃くなってしまった。濃くなってしまったらアンドゥー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 、イエーノリノリや。で、だから紙とかもすごい、うん、あの、やりやすくって。うわ、ほんまや、すごい、それっぽく描けるんですよね。ぽいぽい、髪の毛、すごい。てか、絵描くさ、絵うまいな。うまくなってるように描けるペンなので、私でもそんな絵が描けますか。描けます、描けます、大丈夫ですよ。使います。ジョットペンでした。はい、こんな感じのジョットペン、気になる方チェックしてください。買います。